そのカーストの最下層の人たち、死ぬの処理とかゴミ掃除とかをやる人たちなんだけど、その人たちはさ、全人口の2割いるっていうのよ。14億人の2割だから3億人近くいるの。3億人近くが誰からもバカにされて、しかもほとんどの男の人はアル中で死ぬんだって。誰と生まれてしまった、もうやってられない、ここからも抜け出せられないから、酒に酔っ払って死ぬぐらいの方がまだいいっていう感じで、なんていうのを聞くと、おいおい本当に大丈夫なのって思うよね。こんばんは、下平です。こんばんは、清水奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は、YouTube、Podcast ほか各プラットフォームでお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで、おそらく梅雨も明けたであろう。そうね、はい、今日も暑いけどね。暑いですね。でもそういえば、直木賞半分当たったね。あ、ね、一穂さん、うん、そう、昨日の夜発表があったんですけど、一穂さんが単独受賞、ツミデミック、ツミデミックで、はい、で僕たちの予想は、一穂さんと柚木さんの2作同時はあるかなっていう感じだったんで、まあ半分当たればいいんじゃないのって感じかな、うん、そうですね、まあ、もう一言言うんであれば何かありますか、うん、もう一言言うんであればね、受賞作なしでもよかったような気もちょっとする。そうですね、今回はね、うん、まあ、ですがね、受賞おめでとうございますということで、はい、またね、次回の直木賞も期待したいと思います。さあ、ということで今回は、さあ、久々ですね。で、あの、うちの番組では中国の問題を取り上げるとすごく反応がいいんだけど、うん、おやおや、ちょっと忘れてる国がもう一つありませんかという、超大国、そう、超大国、はい、今回のテキストの大元はモディ化するインド、湊一樹さんっていうね、大学の先生ですね、うん、でね、サイズとしては、インド、もうこれ簡単にざっくっていくよ、うん、面積は日本の10倍で人口が12倍、うん、今14億を超えて、中国を抜いて世界1位の人口なんだよね。だからまあ、なんて言ってもこの人口大国かな。そうですね。で、 GDP は今3兆ドル、まあ450兆円強で、近々、日本とドイツを抜いて世界3位になると。ただ3位になると言ってすごいって思うでしょ。現段階ではまだここなのよ。1人2000ドル。これがどれぐらいの額かっていうのはもうみんな頭で計算すると分かると思うんだけど。35万ぐらい ?35 万から、まあ40万弱だね、うんうん。ちなみにこれ。え、年間ですよね。年間です。月給じゃないですよ。すごいでしょ。年間40万だよ。やっぱ人口が多いから。多いから、多いから中身ですよね、3位で。でも中国がこれいくらだか分かる？あ、中国。中国だとまだこれぐらいなのよ。平均しちゃうと。うん、地方とかはもう全然ないから、まあ100万円ぐらいなの。へえ。でこれがちょうどほら中心国の罠にドンピシャでハマってる、うん、でバブル崩壊してやばいってなってるじゃん、うん、ただ方向としては中国は落ち目で、うん、インドはこっから上り目です、うん、それが世間の一般的な認識ですね、うん、そう、うん、こんな感じかな。ここだけ分かってればよくて、でここのところでつくのが先週、あ、前回の最後で言った、うん、インドといえば世界最大の、はい、民主主義。そう、民主主義国。これがでもどういう意味かっていうのはもうみんなわかるよね、うん、要は中国とロシアに対抗するためにインドを欧米とか日本のトップの人たちはこっちに引きずり込みたいんだよね、うん、だから民主主義国の仲間じゃないか、ちゃんと選挙してるじゃないかって言ってこっちに引きずり込みたいっていう、そのためのスローガンなんで、そんなに信じていいのかなってのがこのタイトルです。インドは本当に大丈夫っていう。でもなんか多大なるエクスキューズを含むんですけどね、うん、先週イラさんに、うん、いや早川くんの噂ダメだよ、そのくらい知らないと、特に早川くんって言われて、うん、その通りなんですけど、うん、でもやっぱり今回このテーマでこの本も読むと、今の話でやっぱり世界最大の民主主義っていうのが出てこなかったっていうのはね、なんか言い訳も含むんですけど、やっぱり正しかったなって思いましたね、うん、なんか情報ないなりに。ああ、そうか。いやだって、うん、中身を見たらやっぱりその雰囲気漂ってない、うん、外から見ると民主主義って言ってるけど実際はって話じゃないですか、うん、そうそうそう、それは感じなかった、なんか読む前から、うんうん、っていうかやっぱりそれがちゃんとその今のインドの発展を知らなかったっていうか、うん、そこまで到達してたっていうことさえも分からずに、でもやっぱり結局蓋開けてみたらやばかったっていうね、うん、ただ僕たちインド映画だけ見てたからさ、ボリウッドね、そう、なかなかすごいじゃん、映像技術も CG も、うん、で制作品もふんだんだしさ、日本の映画よりはるかに面白いじゃん、うんうんうん、それだけ見ててちょっと騙されたってのはあるよね、うん、あ、でもそのボリウッドのあの見せて騙されたっていう意味ではまさに今日のそのモディがやってるイメージ戦略とかなり重なりますよね、うん、重なるね。ちなみにインドもすごく若い国で、独立はまだね本当に中国と一緒で第二次大戦後なんだよ当然。でインドが独立した時に何があったかっていう、何があった、
これはもう分かる人はパッて分かるんだけど、はい、絶対それ本に書いてありましたよね。うん、本に書いてあったし、これは歴史でも習ったし、ちょっと関心がある人だったらみんな分かる。ちょっとヒントください、糸口。ガンジーは細かな国バラバラたくさん作ってインドを一つの国として独立しようとさせた、うん、でそれが失敗して独立してどうなったかっていう、うん、どうなったか、やべえ、分かんないぞ、まあ、パキスタンとか、そうそうそう、要するにここで分かれた、ここですってことか。今のインドの宗教構成は、うん、ヒンドゥー教が 80% でイスラムが 14% なのよ。残されてる。そうで、インド、パキスタンなわけ、うん、あ、これってその宗教ので分かれたって感じなんですか、うん、だからインドってさ、こんな形してんじゃん、うん、ここにパキスタンがついて、ここに、ここね、うん、西パキスタン、東パキスタンだったの。ああ、はいはいはい、昔は。そうだ、そうですよね。で、うん、この時に実はものすごく大きいハリケーンが来て、20万人死んだの、うん、規模がまた違うな亡くなる方の。で、この時に西パキスタンは全然援助をしないで無視したの、うん、自分たちもそんな金ないしっていう、ね、はいはい、それでこっちの東パキスタンの人たちはおごって、うん、じゃあ俺たちは新インドになるって言って、ここイスラムね、うん、こちらもイスラムなんだけど仲悪いので、こっちは新インドにちょっとなってるっていう、でパキスタンっていう名前はもう嫌だって言ってできたのがバングラデシュ、ここのところで一番この時に有名なのは、独立してヒンズー教の国とイスラムの国になるっていう設定になったじゃない、うん、なのでここら辺にはヒンズー教徒が、こっち側にはイスラム教徒がたくさん住んでるんだけど、出ていくもんだってお互い思っちゃったの、うん、はあ、なるほど。でその時に、うん、もう本当に何日かのうちに1500万人が移動するんだよ。でこの中で大虐殺とか飢饉とかが起きて、この独立の時に100万人死ぬの。これがちょっとインドの独立に詳しい人たらみんなパッて思い浮かぶ、あ、宗教対立があってものすごい大移動で人が死んだんだよな、あの時はっていうことなんだよね、うんうんうん、へ、だからもうずっとインドっていう国が生まれた時からヒンドゥー対イスラムの宗教対立がずっと根強くあるっていうところにモディが出てくるんだね。やっぱこの感覚って日本人にないですよね。その宗教観で、うん、あの人を殺すっていうことの感覚がね、うん、モディはでも民主主義の父みたいな感じだから、違う、全然違う、父っていうか、なんていうんですか、今民主主義インド、それをやったのはガンジーじゃん。あ、ガンジー、まあガンジーなんですけど、でもほら今ほら民主主義へそのひた走ってるのは現在モディが頑張ってるっていう、党のプロパガンダではね、党の宣伝ではそうだけど、うん、最もだからね、この時にね、なんか難しいのはさ、ここで民主主義で行くぞって言った時に、この時にガンジーとネルーがいて、うんね、これがインドの国民会議派っていうのを作るんだよ、ね、この話は面白いですよね。面白い、この国民会議派で、このガンジーを殺したのがね、RSS っていう後にモディが子供の頃から入った団体なの、うん、それがね今もあるっていう。そう、これはヒンドゥー至上主義、そうヒンドゥー至上主義だから、逆にイスラムを叩きまくるっていうね、未だに。だから民主主義の父の方はこの2人で、うんうん、国民会議がずっと政権を取ってたんだけど、だんだんとヒンズーのこっちが取り返して、まあ実際おかしいよね、まあ、ちょっとでも腐敗もあるんですもんね。そう、ガンジーとかネルーの子供たちばっかりがどんどん首相になるんだから、 それ自体が戻る、うん、安倍さんの子供孫とかが首相になるようなもんだからさ、安倍さん子供いないけど、なんとかガンディーとかばっかり、ね、そうそうそう、なんとかネルーとか、うん、そんなのばっかなので、でとうとう国民に愛想をつかされて、こっちの RSS を母体にした BJP っていう今のインドの与党が政権を取るんだよね、うん、いや面白い、うん、すごかったな。なんか改めてインドのこと勉強して、こいつはちょっと人質縄じゃいかないやばい国だなっての思ったよね。そっか、だからちょっと一言で言えないけど、でもなんか今の話伺ってると、うん、やっぱりこの本の中にもありましたけど、うん、選挙に勝つのがもう絶対いいじゃないですか、うん、だからそのためにモディあらゆることをしてるみたいな、うん、だから そういう意味では民主主義を体現してますよね。そう、あの中国とかロシアでは与党がいて野党もいるんだけど、うん、野党の党首とかがさ負けるんだよ選挙に、プーチンが勝つじゃん、習近平と共産党が。今回は世界にそのロシアが民主主義であるということを証明できて、その助けになれて、プーチンのために手助けができてよかったですって野党の党首が言うわけ。対立感は全くないわけ。それは中国もロシアも形だけの民主主義、選挙はあるけど嘘だらけっていうのはそこなんだ。
ただなんかマイルドのロシア中国感もありますよね、インドあるけど、実際にこの国民会派とこの BJP は未だにすごい選挙戦をやってるて、対立関係にあるから、そういう点ではちゃんと担保されてるの、自浄作用みたいな働いてますよ、働いてる。6月逆にちょっとね、また国民会議が戻してますよね。そうなんです。実はそれはまあ後でやるところなんだけど、今年2024年に選挙があるんだよね。で2024年の選挙、その前までは、まあ、550人の定数のうち300人を超えるぐらい圧勝してたんだけど、今回は60人落ちてんの。だからちょっと、BJP の勢いが落ちてきてるかなっていうのが今のところかな。でもなんかこの本読んでて、自分がインド国民だったらって考えた時に、なんかどっちに入れてもどっちもどっちっていうか、何を基準で選んでいいのか、どこの国もそういうとこあるけど、そう分かんないなっていうことで、そうなるとそのアピールがうまいというか、プロモーションのうまい BJP に入れざるを得ないっていう、それとやっぱりさ、インドって識字率がまだ 75%、 4人に1人ぐらい字が読めないみたいなレベルなので、その推薦トイレの普及率って 20% ぐらいなのよ。だからそうなるとさ、もう先祖代々ヒンズーの神様を信じてる、カーストは信じてるみたいな人はこっちに入れるしかないわけ、実は。あー、そっか、こっちだったらまあ自分たちは守られます、ね、そうだから、こっちは日本で言えば改革派、ちょっとおしゃれなインテリリベラルになるわけだから、理想だけだとね。そうだから、こういうことなのね、リベラル、これはまあガチガチの保守、共和党みたいな。そうかそうか、こっちが保守になるんだ、そうだよね、もちろんもちろん。だってこれ BJP って基本的に市場主義だからね、イスラム市場主義ってものすごい悪いイメージじゃん、めっちゃ悪いイメージ。若者を口説いて爆弾を背負わせて突っ込ませる、自爆テロやる、まあちょっと近いとこあるよね、インド市場主義なので。いやー、面白かったね、モディって。で、僕この人のさ、伝記を読んでて一番近いの誰かなと思ったら習近平だったな。へー、似てない。それは出る最初からとかも含めてですか。まあもちろん習近平はいいうちの子だけど、まあでもこれ次のところで行った方がいいね。次のところにしましょう。そのモディの生まれとかが絡んでくるって長いんですよ、話が。これでもちなみに今のデータ的な補足で言えば、やっぱりそういう意味でもと思ったのは、この僕個人的に一番意外だったのは、いろんな GDP を生んで中身どうなんかなって見た時に、このやっぱりね、5歳未満に占める栄養不良の割合、これが低身長低体重ともにもう3割超えてるから、やっぱりまだ全然なんだな。それとそのカーストの最下層の人たち、死尿の処理とかゴミ掃除とかをやる人たちなんだけど、その人たちはさ、全人口の2割いるっていうのよ。2割ってすごいですよ。14億人の2割だから3億人近くいるの、3億人近くが誰からもバカにされて、しかもほとんどの男の人はアル中で死ぬんだって、誰と生まれてしまった、もうやってられない、ここからも抜け出せられないから酒に酔っ払って死ぬぐらいの方がまだいいっていう感じで、なんていうのを聞くと、おいおい本当に大丈夫なのって思うよね。そうですね、で、ものすごい二枚舌を使うじゃん。本当ですね、基本的にインドの軍隊の軍の装備はほぼロシアから安く買ってるから、関係が深いのね。でしかも天然ガスとか石油もロシアから安く買ってるんで、絶対にアメリカ側、西洋側につくとは言わないんだよね、二枚舌でいつもこっちにうまいこと言って、あっちにもうまいこと言ってでやり続けるんで、本当にその民主主義、世界最大の民主主義だからインドは信用できるっていうふうに言っちゃっていいのかね、これ大丈夫なのこの国っていうのが、実は今のモディのインドの状態なんだよね。しかもこのモディっていう人物がものすごい問題あるよね。そうですね、これ後で話すんですけど、びっくりするやばい人なの。いろいろね、ちょっとインドとモディを解き明かしていきたいと思います。そうですね、さあここでご質問お便りお願いします、はい、じゃあまずお便りからです。マジで語る人口減少社会日本、2045年人口8000万人の国で楽しく生きるにはの YouTube の方にコメントをいただきました、はい、2014年に出た増田博也さんの地方消滅という本の巻末に自民党の小泉進次郎との対談が載っているのですが、人口減少への理解が正しすぎることに逆にびっくりしました。ここまで正しく理解しているのに10年近く何も対策やってないことにです。でも実際さ、正直言って人口減少を止める方法って世界中でほぼないっていうことが証明されちゃったんだよね、だから何もやってもできないし無駄、だからここの概の結論はさ、減っていく人口の中でどう楽しく暮らすか、日本をこう何サステナブルにしていくかっていうのがテーマだったもんね、僕たち。減らさない対策じゃなくて減ることの前提で何するかってことですよね。そう、だから今一番足りないのは僕そこだなって思うんだよね、
ちょっと考え方をね、変えていかなきゃいけない、ね。だって減っちゃうからね、ほっといても。はい、じゃあ次質問です。20代の女性からいただいています。うん、2027年までにインドの GDP が日本のそれを超えるというニュース見ました。うん、そうなると世界や日本では何が起きるのでしょうか、詳しく教えていただきたいです。GDP の順番が変わったって言っても、大きなことはないです。うん。うん、要するにインドが今の中国みたいな経済大国になればさっきの話ね、そうものすごい発言力になるけど、うん、今の段階で日本をちょっと超えたドイツを超えたぐらいではそんなにまだインパクトはないよね、うんうんうん、確かに。ただ少なくともインドの人たちは自信を持つだろうね、まあ、うんうんうん、またこう大々的にプロモーションというか、うん、あのやると思うよ、日本超えましたって、そう BJP がその経済を導いたみたいな、うんね、言いそうな感じ、俺たちが成長させたって言うと思うけど、ただこれの問題の大きいところはさ、うん、日本人って世界2位になった時も別に大して喜ばなかったけど、でしょうね、3位4位って降りた時にはなんとなくものすごい沈むじゃん、うん、だから登るのはいいけど自然でいいんだけど落ちる時は辛いよっていうのはあるよね、うん、確かにそうですね、うん、頑張っても頑張っても上がらない GDP っていうね、うん、切ないですね、はい、はい、ということでこの後本編に入っていきたいと思いますが、続きは4通りご視聴があります、YouTube メンバーシップ Apple Podcast サブスクリプションそして audiobook.jp そして、ニコニコ動画なんですが引き続きですねサイバー攻撃を、受けてその復旧のためこの収録時点はまだ復旧していないので、長いよ ね、まあ、ちょっとねなかなか大変だ、うん、この7月いっぱいでもどうかっていうところもあるので、まあ、引き続きねご迷惑おかけしますが、まあ、ニコ動でご覧になってた方はその他の、ね、プラットフォームも含めてご検討いただけたらというふうに思います。ということで、この後インドについてはたっぷり本編で、解き明かしたいと思います。それでは、はい、ずっと首相やっててかなり個人にスポットが当たってるよなって思ってたんだけどこんな人生でこんな人だったのかっていうのは知らなかったな。だからインドってでかくてさ何十もある州でグジャラート州の人口が6000万人いるのよ。イギリスとかフランスの人口と一緒なの。経済規模ではインドのあらゆる州の中でナンバー4なんだって。イメージとしては割と進んでるしここはねカリフォルニアみたいな感じ。21歳まで5年間インドの各地を放浪して彼は目覚めて帰ってくんだよね。何人やったかっていうとこの BJP を支える RSS っていうヒンズー至上主義の団体に入るわけ。ちょっと人より落ちるぐらいなんだけどものすごく自己愛が強くてプライドの高いやつがグワーって成り上がるとこれがものすごく出るよね。